ちゃっ、こんにちは。はい、板子さん、あっという間に5月が終わって6月というところですよ。あ、早いな。早い、もう今年も折り返しですからね。早いけどこの動画は長くなるぞ。この動画は長い。そうです。はい、何かというと、この1ヶ月、5月を振り返っての各チームの成績だったり、はい、総評をしよう。まあ、総評と、はい、あとは、うん、このチームはもうちょっとこうした方がいいっていうね。そうですね、改善こともあるな、改善点もな。はい、はい、で今日はまずはセリーグ見ていきます。はい、5月2日から5月28日までの約1ヶ月を見るんですけれども、まあ、順位も大きな変動というよりかはちょこっとした変動ありましたね。まあ、あるけど、うん、これはさ、はい、ある種大きな変動って言ってもいいんじゃないか。まあ、ゲーム差が開いちゃったもん。そうなんです。首位の現在阪神と DeNA でゲーム差が現在ですけど6でしょ。はい、だって5月2日の時点では DeNA がトップだからさ。そうなんですよ。1ヶ月で6開くっていうのはね、これってすごいことですよね。うん、1ヶ月間で独走っていう。そう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 。はい、で、まあ、5月2日の時点の順位では首位を走ってたのが DeNA、 そして阪神、カープ、ヤクルト、巨人、中日だったんですけれども、はい、まあ、1ヶ月、5月28日になるともう独走阪神、そして2位が DeNA、 3位がカープ、4位巨人、そして5位ヤクルト、中日という順になってきます。まあ、ヤクルトと巨人が変わったと。まあ、そうだね。はい、ところになるんですけど、まずこの順位を見て、皆さん率直にどういう感想をこの1ヶ月持ちますか？そうだな、まあ、阪神の強さが際立った月だったよね。はい、まあ、連勝もありましたし、ね、まあ、連勝もあったし、クリーンナップが稼働し始めたというかさ、はい、まあ、ノイジーも良くなったし、はい、あのサトテルも良くなったし、そうです、そうです、まあ、大山はね、平均的にずっといいんだけどもさ、はい、まあ、ましてはその1、2番の近本、中野っていうのはやっぱチャンスメイクするし、はい、返すしね、はい、だからあとはやっぱ木浪の充実度、はい、うん、木浪が打つからわざわざ申告敬遠した時に青柳が打つとかね。そうなんですよね。とか、はい、やっぱ非常に流れが良かったよね、この1ヶ月。そうですよね。うん、一方 DeNA は2位になってしまった。今永が復帰して、その後やっぱこうやられるケースと、はい、よしバウアーで加速っていうふうに思ってたのが、うん、けたぐり食らったみたいな。まあ、バウアーそうですね。まあ、そんな感じだよね。うん、ただ5月の末の方に大貫が勝ったりだとかね、はい、今シーズン初めて勝ったりだとか、はい、また持ち直すかなっていうような兆候はあるけどもね。うんうん、ただその春先からずっと良かった、はい、まあ、宮崎がちょっと落ちてきてるかなっていうこともあるしね。そうですね。うん、でオースティンっていうのは使ったけども、まあ、結果が出ないとか、はい、まあ、なんかちょっとちぐはぐさ、それとやっぱ守備だね。はい、まあ、エラーにはつかないんだけど守り方とか、うん、エラーついたやつだってタイムリーエラーだったりだとか、はい、まあ、そういうこともあったしね。うん、だからちょっと阪神と差がついちゃったよね。そうですよね。うん、あとその巨人とヤクルトが入れ替わりました。ここはどう見てますか？ヤクルト絶不調だもん。ここまで絶不調が続くというのはどう？いや、ちょっと信じられないけどね。うん、やっぱりチャンピオンチームだからさ、はい、だから信じられないけども、うん、やっぱりメンバーは揃わない。うん、まあ、山田が体調不良だったり、塩見が戻ってきたけども、はい、完全ではなかったりだとか、うん、まあ、村上がまだまだ調子が上がってこないとか、はい、まあ、いろんなことがあるよね。うん、それとコロナの影響かなんか知らないけども、うん、中村がいなくなったりだとか、はい、コーチ陣もいなくなったりだとか。そうですね。まあ、いろいろちょっとバタついた5月だったよね、うん、ヤクルトはね。で、そこをやっぱり抜かしたのが巨人。そうだね。はい、まあ、巨人はいち早くね、12球団でいち早く、まあ、トレードということで、はい、まあ、動いたけどもね、うん、まあ、その鈴木がやられたり抑えたりだとか、はい、まあ、そういうこともありながら、はい、でも平内が帰ってきたりだとか、うん、まあ、いろんな選手が帰ってきて、中川とかね、はい、いい兆候ではあるよね。うん、まあ、それと、うん、はい、やっぱ打ち出したということ、はい、で門脇のサード使えるぞみたいな、ストロングが秋広いいぞみたいな、はい、ね、そういう若手も出てきてるし、うん、だから上り調子になってきてることは言えるよね。そこはもう間違いないと。うん、ただ出ようとしてるのに頭を叩いたのが阪神だった。阪神だったんですよね。ばっくりいかれたよね。三立てですね、甲子園で。そうでしたよね。もう往復ビンタぐらい。あれはきつかったですね。もう西東きつかったです。西東ってわかる？西東、西東、何ですか？西東ってあの往復ビンタのこと。西東、あ、そうなんですか？言わない言わないそれは皆さん使ってください。西東、西東するよ言うて、そうしたらもうビンタが来るってことですよ。そう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 。で、今はまあ順位が変動したチームをちょっとざっと、はい、
大まかにこの5月どうだったかっていうのを話していったんですが、ここからは1チームごとにじゃあこの5月何が良くてこうだった、何が悪くてこうだった、あとはじゃあこっから1ヶ月間、まあ、交流戦も含めることになるんですけども、どうやったらキープできるか、さらに上に行けるかっていうのを詳しくちょっと見ていきたいんですけれども、 まあそうだね、はい、まずは首位走っている阪神、言うことはないですあのね、はい、やっぱフォアボールに出てると思うんだけど、はい、やっぱ打者がね、取るフォアボールっていうのが166個、やっぱセリーグで一番多く取ってるんだよ、はい、だから結局ボール球を打たないっていうことだよね。これね、大山にね言うことが、やっぱチャンスで4番、ね、俺が決めたいっていうところもやっぱボール球手出さないんだよ。で冷静に見極めて出て里輝が返すという、はい、で取ったフォアボールが166に対して96個しか与えてないんだよ。あのダントツ少ないですね。ダントツ、あの2桁っていうのはもう1チームの阪神だけで、あと三桁ですもんね。あと三桁だからもらうけどやらないみたいな。これ強いチームですね。いやいや、これはね、やっぱランナーがたまるよ、うん、たまったところに1本出ればやっぱ大量点になってくるし、はい、勝負を決める結果になってくるよね。そうですね、まあ、それとやっぱ盗塁だな、うん、はい、足23、はい、ね、走ってる、うん、で一番走ってるのが27のヤクルトなんだけど、はい、ヤクルトは打てない時に4月にバーンと走ったんだ、はい、ね、その数が残ってるだけで、うん、やっぱ5月一番走ったのは阪神だと、うん、フォアボールは取るわ走るわ、ね、四球与えないわ四球与えないわ、これだけやっぱ強いって分かるよ。そうですね、まあ、無駄なことしないし、はい、無駄なことをさせてるというね、向こう相手に、うん、だからこれはやっぱこうなかなかさ、はい、追いついていかないよね。そうですよね、うん、あとはその月間で言うと、うん、4月にランクインしてなかった中野選手が月間の打率で入ってきたりとか、はい、まあ、近本選手は落としてしまったんですけれども、まあ、大山選手もいますし、あとやっぱり佐藤輝明選手が、でかいな、はい、上がってきてるんですよね。これ5月その打でだけで見るとどこが良くて、やっぱノイズで、あ、ノイジー、うん、ノイジーが打線をつなぎ出したから5月に入って、やっぱ近本中野っていうのが良くて、はい、で3番ノイジーがあんまり当たってなかったんだよね、はい、でもノイジーが打つことによって打線のつながりを持ったというさ、はい、それが大山につながり、里輝につながり、はたまた木南、はい、で梅ちゃんもちょっとずつ良くなってきたし、う、ね、うん、うん、だからいいよね。いや、そうですよね。ノイジーが5月だけで2割7分5厘、あ、高い打率ですね、うん、だから春先からね、ずっとのトータルの数字よりは5月の方が打ってきてる、だから慣れてきてるということ。あ、そので近本が落ちてるって言うけどさ、はい、近本春先もう本当に悪いから、もともとでも今年なんかよくやってる方だよそうですね、うん、これからまだ良くなってくるから、さらにさらに良くなってくる。わ、これ阪神ね、はこう上がり目しかないですよね。いや、だから近本だって5月3割超えてるからね、はい、3割飛んで4輪ぐらい打ってるから。そうです、そうです、うん、木浪が3割6輪とか、ね、はい、上がってきてますもんね、はい、あとあの5月のヤクルト戦で逆転したり追いついたり終盤に、うん、そこで例えば里輝選手が逆転のタイムリー打ったりとかサヨナラだったりとか、あそこら辺の勢い、まあ、神宮ではサヨナラ打たないけど、ね、あ、そうですねそうですね、打たないですけどあの球界の表とかそういうところで追いついたりとかひっくり返したりとか、そういうその里輝選手の、いや、それも2試合ともその試合はノイジーがつないでるんだよ。あ、だからやっぱノイジー選手ツーアウトからノイジーが打ったやつがライトに入ってみたいな、で、取れなくて三塁打になって大山のフォアボールで、はいはい、田口からね、うん、で、やっぱり左対左の里輝とみたいな、そうです、里輝が初球ライト線に打ったとか、はい、だノイジーが絡んでるんだよ。で、次の試合は1、はい、2塁からノイジーが中野を進行牽引して、はい、ノイジーがライトに繋いだんだ。ノイジー選手が絡んでるんですね。で、大山が押し出しのフォアボール取り、はい、里輝がツーベースで走者一掃返したっていう、はい、だから打線の流れっていうのはやっぱりノイジーにかかってると思う。だからノイジーが上がってきてる、はい、で近本はこっからいい、うん、もういいよちょっと上がり目しかない、もういいよ。で、投手陣に関してはじゃあどうですか、豊さん。お前って言ったらまたお前って言うなよっていいんだよな。あのね、やっぱいいっていうのはみんなそれぞれ緊張感持ってるな。やっぱ他も勝つとかさ、他が勝てる、
こいつが負けないとか、はい、いや連勝してる俺負けらんないとかさ、うん、いやだからこう今月大きく動いたのは西純也が先発から中継ぎに回ったということ。そうですね、で新たに桐敷が出てきたということ、はい、まあ、そういうのも大きいし、あと青柳投手はファームに下がったんですけど、他のピッチャーがかつうまいがっつりいくよな。がっつり来てるんですよね。大竹は負けないとかさ、あの涙のねベンチでも涙の一体感を感じて嬉しかったって、はい、いやただ勝ちたかっただけじゃないかっていういやでも、はい、やっぱ勝つために一生懸命やってて、うん、自分が降りるって決まってて、はい、その回に点を取ってくれたっていうのはすごく嬉しかったと思うよ俺は。そうですよね、それはもう涙になる、そのぐらいかけてやってるっていうことだよね、はい、だから素敵な涙だったけどね。ですよね。で3月4月は湯浅投手が守護神が抜けるという緊急事態になったにもかかわらず5月、いやだけど岩崎投手が出てきて、はい、で湯浅も5月に戻ってきて、ね、戻ってきたんですよ、うん、だからまあ梶谷の働きもでかいし、はい、梶谷の暴行はないけどなあれはキョトンとしてたけどお前ルールぐらい知っとけみたいな。そうですね、あんなんだったらファーストに投げなきゃ暴行になるに決まってんだろみたいな、はい、ありました、ね、岡田さんもお前オロオロしてたお前もういいかみたいな、はい、なってましたね、はい、そうですね、まあ、梶谷投手もいいですし、まあ、梶谷は5月は防御率 0.00 だからね、素晴らしい働きですよね。だからとにかくバランスがいいよ、うん、やっぱね勝つチームっていうのはね。そうですね、はい、じゃあ注意点はないですか6月の。まあ注意点はもうここまでいったらよくないでしょ、うん、よく書いたらバチ当たるよ、まあ、そりゃね完璧ではないよ、負けもするんだから、はい、完璧ではないけどこれ以上求めたら疲れちゃう選手たちが。まあそうですね、いやだから岡田監督みたいにもうできすぎよって、うん、できすぎだから、でもそのぐらいの力あっての出来すぎだから、はい、だからいいよ、もういい、もう言わないぐらい何にも触らないぐらいあとあの例えば森下選手だったりとか井上選手とか、森下もサヨナラ打ちましたね。そうなんですよ、だからあそこに誰をはめ込むのかなっていう、ミエセスがいるいや確かにね、困った大阪のおばちゃん、大阪のおばちゃんもいるんですよね。あんたら黙ってなさい言って私が出ていくから言って。そうですよ、いや本当に本当に、いやだからなんか本当に今いい、本当にいい状態でいけてるのかなっていうのが分かりますよね、資格なしというところで。じゃあ2位の DeNA、はい、この5月、まあ、打、それから投、その投手陣、まあ、追っかけるのにな、はい、やっぱ投手陣、うん、まあ、投手陣はよく頑張ってんだよね、はい、頑張ってんだけど、うん、まあ、あのフォアボールも、まあ、例えばその阪神が96個に対して103って、はい、そんなに変わりはないんだよ、うんうん、だからあんまり無駄なことはしてないんだけどもさ、はい、やっぱ打つ方だな、打つ方、打つ方は打つのは打ってるんだけど、はい、得点が打つ割にはちょっと少ない、打つ割には少ないということは繋がってないということになるんですか、うん、まあそうだね、まあ、繋がってないというか無駄が多いという、はい、1本のヒットで1打点を稼ぐとか、はい、そういうねことを考えるといいんだけども、はい、まあ、なかなかそういう打線のつながりを持ててないというね。そうですね、これ打順の組み方によって俺は持てるようになってくると思う。おで桑原が5月3割5分1に、はい、関根が3割7分、はい、で宮崎が3割2分8に、はい、打ってるんだったら桑原を1番、うん、まあ、関根でもいいや、はい、どちらでもいいから、まあ、宮崎が3番を打って、はい、右っていうことを考えると桑原、関根、宮崎の方がいいだろうね、はい、打率で3割5分1厘あるんだからさ、うん、やっぱり1番桑原、はい、で2番関根、はい、3番宮崎になったら、うん、これで機能し始めたら追っての、はい、やっぱり1番手というかさ、うん、相手は脅威になってくると思う。でその佐野選手ではなくてってそこですよね。佐野はねヒット打たれても、はい、やっぱ動きづらいんだよねベンチが。あでホームランパンパーンと打った、だからそのホームランを打てるバッターとしたら一番打たせるのは非常に怖いんだよ、はい、うん、やっぱ嫌なんだよ、はい、でもホームランさえ避けとけば、うん、ね、まあいいやみたいな、うん、そんな感じになっちゃうから、はい、いやでも桑原出したらややこしいぞみたいな。そうですね、関根と何してくるかわからんぞみたいな、うん、おっしゃまた宮崎おるやろみたいな、うん、で牧もおるしみたいな、まあ、そうなってこなきゃダメだよね。そうですね、だから佐野を6番ぐらいで俺いいと思う。
だから桑原選手と、まあ、上位と変えるってこと、うん、そういうね打順をねもう組んだ方がいいと思うので、京田も結構結果を出してるしね、はい、中日よりはね、うん、で2割5分ぐらい出してるし、はい、で京田の足っていうのは使えるから、うん、7番あたりね、うん、まあ、足を使った攻撃とか絡めてても面白いしね、うん、だからやっぱ上位をもう少し厚くした方がいいな、うん、だから佐野が1番、はい、2番関根持ってきてたけど、はい、まあ、例えば外を2番にしたりだとかいろいろ苦労してたけどね、だけど打順の組み替えっていうのは俺はやればもっと点が取れると思う。そうですよね、だ安打数は阪神よりも1個多いんですよ。ただ得点は阪神より10点以上やっぱり下がってるってことはそういうことなんですね。まあ、そうだよ、ホームランだって DeNA が41本に対して阪神が26本なんだよ。そうなんですよ。だからそれ考えると、うん、いかに阪神は23個の盗塁が生きてるかっていうと、そういうことですよね、足でっていう。で、DeNA は8というね、はい、だからそういった意味では、うん、やっぱ打順の組み替えっていうのは必須だな、一つキーになりそうですね、まあ、そうだね、6月の、うんうん、そうなってくるとチャンスが生まれてくる、はいはい、あと豊さん、そのピッチャー陣でいうとその抑えの山崎康晃投手が5月の防御率が13点台ということで 13.50、 これはちょっとどう見てますか。まあ、数字が表す通りだよな、ちょっと安定感に欠けるというかさ、まあ、信頼できるような数字ではないよね、うん、だから、まあ、今年はね、去年ほどやっぱ中継ぎ陣がじゃあいいかっていうとやっぱり良くないよね、はい、男は黙って投げるだけ言って、うん、エスコバーもあんまり良くないし、はい、うん、先発陣は揃ってるけども、うん、後ろに行けばちょっと苦しくなるよね、うん、だからまあそこら辺は、まあ、誰かを当ててこないといけないのかなとは思うけど、はい、まあ、でも現状で頑張るしかないよね。まあ、そうですね、今はね、まだね、はい、うんうん、これがやっぱ勝負どころに来てこんな数字だったら入れ替えしなきゃいけないけども、いわゆるその守護神の入れ替えってことも入れ替えもあるし、うん、その配置転換というのもあるしね、うん、はい、だからまあそれはまだちょっと様子見じゃない、うん、6月ちょっと様子見っていうところですね、はいはいはい、さあ3位のカープ、カープはそのまま3位なんですけれども、先発ピッチャーが離脱するとかさ、はい、ただ森下が帰ってくるとか、はい、まあ、いろいろあったけどもね、うん、あとは矢崎を守護神にしてみたいな、はい、まあ、中崎も帰ってきたし、うん、また島内、はい、あ、もういいよね、はい、でターリーもいいし、うん、まあ、揃ってきてるけど先発投手陣がちょっと怪我で離脱するとか、うん、まあ、そこら辺がちょっと気になるな、先発陣が、うん、でもその中でよく耐えてると思うよ、はい、そうですね、うん、それと坂倉もキャッチャーとしてやっと落ち着いてきた、はい、あの5月の月間打率上がってきましたね、上がってきたでしょ、はい、いや、 やっと坂倉のバッティングらしくなってきたよ、はい、うん、だから、まあ、そういう意味ではいいのかなと思うけどね、うん、あとは、まあ、秋山選手が4月の月間打率2位だったんですけど5月が若干あの下がったとはいえやっぱりランクインしてるので秋山選手はやはり引き続きいいですね、4割維持しようと思ったら疲れちゃう確かにそれはそうですよね、基本割りキーパーはきついです、まあ、そうだね、でも、まあ、うん、新井監督になって田中康介とか、はい、上本とか、うん、はい、すごく生き返ってきたしね、そうなんですよね、だからそういった意味では選手のやる気を促進してるというか、はい、まあ、そんなことも感じられるしね、うん、あ、落ち着いて戦えてんじゃないかなと思うよね、熱く、うん、あとその5月その代打で起用された時の松山選手の活躍っていう、あ、いいね、はい、松山ね、うん、松山もう本当にバッティングでは安定してるし、うん、まあ、堂林が春先に1本ホームランポーンと打って、はい、その後ずっとダメだったんだけど、まあ、5月にちょっと巻き返して2割9分7人ぐらい打ってきてるしね、はい、だからそういった意味では野手はね頑張ってると思うよ、はい、あとはね、まあ、林を5月から使ってるんだけど、はい、5月の途中からね、はい、素晴らしいバッティングするよ、お、うん、はい、お、もう飛距離も素晴らしいし、うん、テクニックもあるし、だから守備がダメなんだよ、あ、守備がもうめちゃくちゃなんだよ、これどっち取ればいいんですか、何を教えて上がってきたんだってバッティングだけかよみたいな、うん、もう守備がついたらもう鬼に金棒だから、これあの守備の練習をとにかく反復練習してしなきゃいけないし、うん、まあ、センスなのかもわからないけど、もう2つのエラーの後ビシエドがすり合って勝負が決まっちゃうとかさ、はい、まあ、そういうエラーは避けないとね、うん、そうですね、まあ、もったいないし、うん、だから林使うのもいいけどやっぱ守備をねちゃんと鍛えてあげないと選手が苦しむから、
そうですね、だから林の素材は素晴らしいよ、うん、ただやっぱ守備な、はい、守備そこら辺をしっかりやってほしいなと思うね。そうですよね、うん、じゃあここからまた広島が上の2チームを追っかけていくにはまあ守備だったりとか、まあまあそうだな、先発陣だから野手はね、はい、割とこうまとまってるし、はい、ピッチャーって立ち上がり悪いって言われてるでしょ、はい、でもその立ち上がりを襲いかかる、うん、やっぱもう用意トーンからの集中力と闘争心は、はい、一番兼ね備わってんじゃないかなっていうのが、うん、カープだから、うん、もう戦う姿勢とかすごく出来上がってゲームにボーンと入っていけてるよ。あ、うん、だから非常に、姿勢はいいんだけどもね。そうですよね、うん、まあ、あと5月は盗塁を絡めたね、いろいろね、はい、足を使い出してきたという、うん、いいものがどん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 出たような5月だったと思うんだよ。そうですね、うん、ただもったいない試合も多かったし、うん、そういうミスで負けるとか、あとはやっぱ先発ピッチャーが離脱していくとか、はい、ちょっと今後どうなるか、早く戻ってこいよみたいな、あ、まあ、そんな感じがするしね、はい、で大瀬良がなかなか勝てないとか、うん、ちょっと苦しむ場面もあるよね。そうですね、うん、あと小園選手どうしたんでしょうかね。小園は何してんだ、小園のコンジム聞かなくなったんだけどそうなんです、あれってショートいつ出てくるかなって待ってるんですけれどもね、うん、でも確実にピッチャーっていうのは良くなってきてるよね、うん、中継ぎはね、うんうん、課題であった中継ぎ、そうですね、うん、いいピッチャーたちが中継ぎ後ろと揃ってるので、うんうん、ただバッテリー間のミスがまだまだあるんだよね、うん、ワイルドピッチだとかパスボールだとか、はい、まあ、そういうのはやっぱ無駄なことはなくしていった方がいいよね。はい、さあ続いて4位の巨人です、はい、上がってきましたね。巨人上がってきたな、はい、上がってきたのは、うん、やっぱ秋広、門脇、はい、この若手がなんかこうチームを締めたというかさ、本当そうですね、まあ、坂本ももちろん上がってきたしね、はい、門脇から話すけど、はい、あの守備な、うん、あれはやっぱり1勝2勝分の価値があるぐらいの守備見せてくれるからね。もうあのピンチを救ってますもんね。いや本当本当、ヤクルトとの試合だったかな、うん、あ、こらいかん、オスラに回ったって、うん、オスラの三塁線取って、はい、ノーステップでセカンドに投げて、うん、ゲッツーにしてピッチャーを救ったっていうプレーも、でグリフィンが投げてる時は横っ飛び3回ぐらいやって助けたすごかったですね。グリフィンなんかこいつ何者だみたいなびっくりしたみたいな、はい、まあ、そんなプレーも見せてくれたけど、うん、まあ、昨年まではちょっとミスで負けるケースっていうのはすごく多かったんだよね、うん、はい、彼がサードに入ることによってちょっと締めてるよね。そうですね、うん、あとは秋広、はい、やっぱ得点源打率がめちゃくちゃ高いしさ、はい、器用な感じはするんだけど、うん、しっかりした仕事をしてくれる、はい、で坂本が良くなってきた、そうなんです、ね、丸がちょこっと上がってきた、はい、で吉川が一番に定着した、うん、まあいいことは揃ってんだよね、はい、うん、できてますもんね。その秋広選手に関しては3月4月はそのランクインしてなかったんですけれども、うん、打率に月間打率5月は1,2,3,4,5位です。5位な、はい、だからまあ吉川がね、まあ、3割飛んで2厘だとか、はい、坂本が3割飛んで4厘だとか、うん、非常にねバッティング の, その状態とつながりっていうのはできてきてるんだよね。だ中田選手が離脱の時は一時どうなるかなって思ってましたけど、まあ まあね、うまい具合に一つにまとまってますね。ただね、その中田翔が戻ってきて、はい、確かに存在感を示してくれるし、うん、まあ、いいと思うんだけど、それによってレフト岡本、はい、守ってた時に最初ボーっとしてたよね。あのカウントあのブリンソーに指示されてるんだから大丈夫ですか。いやブリンソーに指示されるようになったら終わるぞみたいなまあ、いやもう面白いシーンだったけどさ、はい、まあ、あとカウント間違えた、まあ、今2アウトだぞ。そうなんですよ、早く投げろみたいな、はい、だから岡本選手とブリンソン選手のその守備の連携、まあちょっとまだできてないね、はい、まあ、それはまあなかなかな、うん、簡単にはいかないとは思うけど、はい、まあ、怪我しなかったから良かったですけどね、まあ、ただその梶谷も復帰してから、はい、まあ、なかなかこう調子が上がらなかったけど、うん、まあ、5月は2割9分4厘とか、はい、でブリンソンが2割9分8厘とか、うん、ブリンソンはとにかく DeNA に強いな。なんかいい、あ、何なんだろうね、うん、なんか相性か、相性がめちゃくちゃいいよな、うん、だからブリンソンにやられてるというさ、うん、DeNA がね、うん、でまあ、大城がやっぱ効果的な一発も打つし、はい、まあ、よく投手陣も引っ張り出したし、うん、まあ、2割8分の11打点というね、はい、まあ、打線はなかなか良くなってきてるけど、はい、やっぱ足だよな、うん、足、うん、足を使ってっていうところですかね。やっぱね11個しか走ってない。あ、少ないですね、うんうん、で11個っていうのはさ、うん、DeNA の8個についで、まあ、中日の10個と、はい、あ、中日も10個か、はい、うん、少ないんだけども、うん、
やっぱホームランでね、やっぱ勝てるチームだから。そうですね、ダントツですね。まあ、ダントツだな、52本、はい、52本、うん、だから、まあ、バッティングの状態が上がってきてるっていうのはホームランが出るっていうことだからさ、うん、だからまあまあそれはね、はい、ホームラン待ちかなっていうようなところもある、うんうん、ただまあ吉川が当たってきてるだけに、はい、足を使ったというか、うん、まあ、そういう攻撃もできるし。そうですね。ただやっぱちょっと重い選手が多いな、体が。そうですね。あ、だからもうどしどしみたいな、はい、よしよしみたいなっていう感じはしますよね。ただ投手陣、あ、そこですね、欠陥が一番悪いですね、投手陣は。まあ、うん、な、投手陣は、はい、防御率 4.01。 そうだな、そうですね、うん、まあ、やっとでも落ち着いてきたのかなっていう。これでも3月4月その菅野投手いなくなって先発陣がガタガタガタっとこう入れ替わるっていうのが。でもね、戸郷がね、この5月 DeNA 戦に 1-0 完封したんだよね、はい、まあ、あの姿を見てると、うん、まだ戦えるなと思ったね。これは戸郷までやられるとさ、はい、これはどうしようもなくなるけど、うん、でも横川もゲームをしっかり作れるようになってるし、はい、横川投手、そうですね、 あと松井颯投手も出てきましたね。まあ、いいよな、はい、あとグリフィンが、まあ、しっかりしたものが見せてくれるし、駒、うん、は少ないけど投げさせたら戦えないっていうことはないよ、うん、はい、ただやっぱり7、8、9だな、ここですね。まあ、大勢も広島にやられたしな、とか5月はあったし、うん、まあ、鈴木を取ってね、はい、まあ、1試合は良かったけど1試合はダメとか、はい、まあ、いろいろあったし、あと菊池投手もフォアボール出してしまって、でも次の日良かった、まあ、かそ、なんか村が、うん、だから平内は3回無失点とか、はい、菊池も3回1失点とか、はい、いい形も出してくれるんだけどね、うん、だからどれを信じていいかっていうのはまだ分からないと思う、中継ぎ陣に関してはですよね。でまあ、三上も上げたけどね、打たれましたもんね5月、まあ、抑えた時もあったけど打たれ方がもったいないんだよ、うん、真ん中に入ってきた球だったりとか、1球目ストライクポンと取って、うん、2球目誘えばいいのに、また同じような球でバーンと打たれるって、もともとコントロールがね絶妙にいいピッチャーではないけども、はい、だけども、まあ、そこら辺はさ、やっぱ慎重に投げないと、投げてる場面が違うから、はい、だからまあそこら辺でもったいない、まあ、整備にはもうちょっと時間がかかるかなと思うけどな。これ6月巨人が上がっていくにはやっぱりこの中継ぎ陣7、8、9だって6、7、8だったり、だから大勢につなぐまでだよ、そこが課題になってくる、引き続きですね。もうちょっと原監督も先発を引っ張ってもいいと思うんだけどな。ああ、それ球数例えば100とか。だから100を投げさせたことのないピッチャーには挑戦させないんだよね、やっぱ怖いから、うん、あ、壊しちゃったらどうしよう。で6回以上投げてないピッチャーにはやっぱその壁は超えさせないんだよね、はい、刺した方がいいと思う、いつかは超えないとですもんね、うんうん、だからそこの挑戦ができるかどうかに俺はかかってくると思う。そしたら1人ピッチャー少なくていいんだもん、はい、7回まで行ってくれたら、うん、じゃあ8回、うん、もうね1人1冊でいいから仕事してこいみたいな、はい、そんな形でいいから、うん、1イニングを先発ピッチャーで多く投げ切れるかどうか、うん、そこが課題だと思う。もう6月、そうですね、交流戦からまた戻った時にリーグ戦に、うんうん、弱い部分は誰かで埋めなきゃいけないわけだから、はい、先発投手で埋めるしかない。そうですよね、うん、もうこうなったら補うっていうところで、はい、で、ヤクルトです。ヤクルト、はい、もうヤクルトは数字というよりもメンバーだな。メンバーちょこちょこやっぱこう怪我人だとか体調不良だとか、はい、ちょっと出すぎるな。そうですね、うん、ここら辺が戦闘体制が整わない、はい、飛行機で飛ぼうとしてたらエンジン片方動きませんみたいな、まあ、飛べないですよね、まあ、でもそれでも飛べるだろうみたいな、うん、なんとか飛べみたいな。いやいや本当にそういう状態なんですね。4つエンジンあるから1つこってでもいけるかなみたいな。で 1つでも出力こっちの上げれば飛ぶだろう、うん、でも不安定なまま飛んでますよね。そうそう、だからそういう状態なんだよ。あ、そのチームの投手成績も現在5位で、打撃は最下位という全く噛み合ってない状態になってます。全く噛み合わないね。これはどういうふうなことになっちゃってこうなっちゃってるんですかね。もうみんなおかしくしてるな、うん、で高津監督もちょっとここのとこ例えば代打の出し方でも、うん、いやいやそこ川端行ったら歩かされるからみたいな、うん、申告敬遠で川端を勝負できないまま試合が終わっちゃうとか、うん、
で次の日あ及川が投げてる、うん、これ左対左だったら使うだろうって、うん、で代打川端って岡田監督迷わず歩かしとけって言ってもうバット振らしてくれないんだから。そうです、まあ、そこら辺も使い方っていうのがちょっとねもう超焦ってんのかなっていう気もするし、よく高津監督は耐えてるよ今、ああ愚痴も言わないで耐えてるけども、もうそろそろ限界が来るんじゃないかと思ってる、そのぐらい心配してる。そうですよね。ああ、まあ、あの打順とかの打線の入れ替え、テコ入れもっていう話も出たりとか出たりするけど、よくここまで踏ん張ってるよ、うん、もうついてないこともあるんだよ、はい、ね、9回ツーアウトノイジーに打った球がライトに入って、 そんなとこで入らんでもええやろ、終わったと思ったんですけどね、えっていう負の連鎖が来てるチームっていうのは、うん、もう一気に緊張感高まるし、はい、冷静ではいられなかったんだろうなっていうようなことも起きてるしね、うん、あと村上選手が5月もうちょっと上がってくるのかなとも思ったんですけれども、まあ、ホームランはね、たまに打ったりだとか、はい、うん、まあ、するんだけど、例えばその一発が9回であったりだとかするんだよね、うん、はい、まあ、そうなってくるともう反撃体制っていうのは整わないしさ、そこで雰囲気変えられてもみたいな、うん、そうですよね、なんかもうちょっと早くっていう、なんかヤクルトファンに申し訳ないお土産を持って帰ってもらってるみたいな感じだよ、はい、村上のホームランが最後見れたから帰ろうかみたいな、はい、まあ、そんな感じだけどね。そうですよね。ただ村上は5月2割7分7厘上げてきてはいるんですよね、まあ、上げてきてることは来てるよね、うん、でサンタナ・オスナですけれども、この両選手どうですか5月、まあ、サンタナ、いやもうね2人とも一生懸命やってもがいてるよ、うん、本当に真面目だよこの2人の外国人って、はい、だからどうですかって言われても本当に一生懸命やってるよ。ただそれが得点とかに身になってこないというね。うん、で、ね、まあ、長岡とか、はい、まあ、昨年使われて、うん、まあ、今年ブレイクかなっていうね。でもそうでもないしね。そうですね、うん、でまあ、嬉しい材料としてはその塩見選手が戻ってきたんですけど、なかなかチームがだからもう愚痴しか出ないよね、はい、本当にそうなんですよ。で、まあ、コロナがあってね、はい、体調不良の人間がたくさん出たりだとか、はい、まあ、石山とか、ね、星とか、うん、非常に中継ぎで頑張ってる投手陣がちょっと戦列を離れた、うん、で戻ってきてどうなんだって言ったら調子が悪くなって、うん、ね、まあ、熱でも出たのかもわからないし、はい、もう無理して戻って、ね、チームのためにやったのが裏と出たのかね、うん、でコーチ陣もやっぱこうね、離脱するコーチもいたりとかして、はい、体調不良で、だからなんかこうすっきりしないよねヤクルトはね。そうですよね、うん、いや、あのここ2年が、ね、すごい強い戦い方しただけに、そう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 、うん、だから崩壊してるよねピッチャーも、うんうん、これ6月どうやって、いや、ただ力はあるよ、うん、チームに、はい、みんながベストの状態で戦ったとしたら、うん、まだまだ追い上げていけるよ。いけますか。だって昨年7月にお前マジックを出したチームだよ、はい、お前最短で出しましたからね。そうそう、そのぐらい力はあるんだよ。だから気分をどこで変わるか、流れがどこで変わるかっていうのをやっぱ全員で作り出さなきゃいかんよね。そうですよね、うん、それはやっぱりまずはメンバーを揃えることだよ、うん、で勝たせるピッチャーは勝たせないと、はい、ピーターズなんかものすごい一生懸命投げて防御率が 0.78、はい、まあ、すごくいいんだけどあんま勝てないという、うん、1勝1敗とかね、はい、うん、だから勝たせれるピッチャーは勝たないといけないし、うん、ね、だからでもチームが乗ってきたら、うん、ノリのいいチームだけに、そうですね、うん、みんなが頑張り出すよ。なんかそれがこの交流戦だったりとかのいいきっかけになれば、うん、まあそうだな、いいですよね。でも力あるチームだけに、うん、これじゃ俺は終わらないと思う。あ、上がってきます、上がってくる、上がってくる、うん、さあ最後中日です。はい、中日の細川でいてよかったな、はい、いや、そうです、細川選手、月間打率2位です、5月の細川いなかったらどうなってたんだってゾッとするぐらい。そうですよね、あ、取っててよかったですね。いや、まあ、取っててっていうか元気ドラフトで、元気ドラフトで、はい、まあ、細川も良かったけどね、はい、中日でね、うん、使われて今やもうレギュラーで3番だもん。そうですよ、あの、ね、自分の活躍できる場がようやくできた感じですが、うん、中日はあの投手の成績としてはやっぱりいいんですよ、阪神について2位。いや、そりゃそうでしょ、はい、ただやっぱり打撃が5位というところで、うん、どうして最下位を抜け出せないんでしょうか。上のチームは力持ってるしね、
ただね、まあ、石川がホームランを打ち出してる、うん、福永が慣れてきてる、まあ、ビシエドがスリーラン打った、はい、まあ、一つ一つを拾っていくとさ、まあ、わずかながらでも、うん、あ、よかったなっていう事柄は多くなるわけよ、うん、まあ、柳も勝ったしね、ビシエドもホームラン打って、俺は流れが変わるかなと思ったんだよね、うんうん、まあ、6月が楽しみなんだけど、ただその5月の野手のミスだったりとかっていうのは多かったですね。ミスして笑ってるからな。そうですね、腹立つんだよ見てて。まあそうですよね、ファンとしては、うん、だからリュウ君ももうちょっと打たないからな。あの1割台ですもんね、うん、なんか内容がないのよ、うん、だからもっと打たないかな。だから結局立浪監督もスタメで使ったり使わなかったりっていうことになってきてしまうんですかね、ショートで。そうだね、うん、あと高橋宏斗投手が、まあ、今現在なんですけど1勝しかできてないっていう、うん、1勝6敗だったと思うんですけれども。そうだな、はい、あのピッチャーが勝てないんだからな。プロのレベルってすごいよな。プロのレベル、いやいや今更感心してもしょうがないけど、だって156とか投げてんだよ。WBC で投げてるピッチャーですからね。準備投げてで、お前勝てないって、まあ、それは援護点もないのはかわいそうだけども、うんうん、はい、先に失点しちゃうからな。なんかね、ちょっとっていうところ なんで勝てないのかって、うん、自分で考えなさい。もうこうなんだ。なんか中日上がっていく方法っていうのは、いや、だから俺は上がってくると思うよ、少しずつ。あ、そうですか。いや、俺はあの上がり目しかないって。お、そりゃそうだよな、最下位だから、はい、上がる目しかない、しかないですよね。いや、だけどビシエドがね、スリーラン打った、うん、柳が勝ち出した、うん、あとは高橋宏斗が勝ち出すと、はい、やっぱちょっとずつ上がっていくよ。おお、確かにその5位ヤクルトとゲーム差もね 0.5 だよ、はい、ほとんどない状態で今取ってる状況の中ではね、はい、そうですそうです、うん、だから俺はちょっとずつだけども、うん、光は見え出してきてると思うよ、うん、言っても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 この前のあの DeNA 戦のが最後のサヨナラなんか見事だったじゃん、うん、あ、そうですよね。一塁内安打、セカンドダイソーの伊藤だっけ、あれ伊藤だったと思うけど、サード回ってホームに激走して、うん、まあ、その時の DeNA の守り方も、あ、まあ、いやでもあれもしょうがないっちゃしょうがないんだよね。三島も精一杯だったもんね。あ、三島の一塁ベースカバーがちょっと遅れてるっていうことがあって、はい、勢いが止まらなかったんだけど、あれが余裕を持って一塁でパンとアウトにしてたらホームアウト、まあ、そんな愚痴をここで言ってもしょうがないんだけど、はい、でも走塁は見事だったよ、ね、あれは。じゃあ、あれサヨナラになったそうですね。だ、まあ、明るい兆し怒ってるか怒ってます顔が、まあ、あの新しい外国人投手も取りましたし、なんでピッチャーなんだあのみんなファンがハテナになってました。いや、打てないから苦しんでんのにさそうなんですよね。なぜ先発のちょっと意図がわからないんですけど、何かあるんでしょうね、きっと意図は。だから意図を感じられないからファンが怒ってたの怒ってるんですけど、そうなんですよね、うん、中日はね、最後に言っとくよ、はい、我慢だよ。我慢、うん、我慢をする。だからビシエドを使うって決めたんだったら5番でビシエドを絶対我慢する。うん、そこだよ。外さない、外さない、うん、で細川も悪くなったらどうしようかなって考える、うん、考えない。細川を使い切る、石川も4番で経験させる、うん、もうこの我慢しかないよ、うん、何を言われたって、はい、うん、そしたら光が見えてくるから、必ず見えてくる。うん、これは俺は保証する。おお、そうですかと思う、まあ、と思いたいですよね、やっぱり中日さんとして。うん、大丈夫、ね、はい、じゃあ次回はパ・リーグいきましょう。そうですね、はい、はい。